台公演、そしてレビュー合わせて5公演目となりまして、で、昨日この作品の3周年も迎え、なんかこうすごい節目に携わってるなという感覚があります。まあ、今回新キャストも入ってくれて、でなかなか作品の難易度も回を重ねるごとに上がってくる中で、今回は本当にたくさんのお客さんに見てもらって、見てもらえたらいいなと、多くの人が必ず見てよかったと思える作品に昇華されたと思いますので、ぜひ劇場に足を運んでいただいて、隅々まで楽しんでいただけると幸いです。青山オペレッタって作品ごとに、公演ごとにこう前に立つ人が変わるというか、今までもそうだったなって思いながら、今回はノエが劇中劇で主演をやらせてもらってるんですけど、本当に稽古の時からみんなに助けてもらって、温かい目でね見てもらって、支えられてやってきたので、これから誰が主演になっても僕ももっと全力で応援したい、全力で支えていきたいなって、これからもそういう風にやっていきたいなって思える公演になりました。終わっちゃったみたいなこれから始まるんですけど、はい、見ていただきたいんですけど、本当に稽古が楽しくて、みんなで全力できらめいて笑い合って稽古してきたので、その姿を最後までね応援してほしいなって思ってます。よろしくお願いします。今回から新しく青山オペレッタに参加させていただくということで、とても最初緊張していたんですけれども、美縁明人はですね、もう佐藤孝道にもうぴったりなんじゃないかと今はとても自負しておりますそしてですね、やっぱり美縁と樹仙と椿と新しく加わったこの僕たちのカラーが色鮮やかになって、まあキラキラしたいものを皆様にお届けできたらなと思っております。ありがとうございます先日本当に3周年を迎えたということで、その記念すべき期間に今こう板に立たせていただいているっていうことが本当に嬉しく思ってます。その歴史を紡いできた総理の皆さんと、その温かいキャストの皆さんと力を合わせて、本当に楽しい公演を、青山オペレッタの世界を存分に伝えられるよう座組一同頑張るので、ぜひ劇場にお越しいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。3周年ということで5作品目っていうすごい勢いで公演が進んでいるなっていうイメージだったんですけど、その中に僕も加わらせていただくことで、メッツァからは僕一人なんですけども、こうやって重ねていく次のメッツァ公演とかあれば、どん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 進んでいけるような作品に、していきたいので、僕も今回まだ初日もね開けてないんですけども、今回頑張って次につなげられるように、努力していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。